はい、どうもフリッチです。今回もキングダムズ&キャッスルズ、さあついにこのゲーム発売されました。値段がなんと980円という超お手頃価格ですね。で、まあそんなこと言えばよかったわけじゃなくて、とりあえずというかバージョンが1になって UI がね変わりました。とりあえずこのマップで進めていきましょう。私が前回までやっているとかね、何が変わったかというと、まあ全体的に見やすくなったりしました。これですね、ちょっと押しやすいというか、UI が変わって、この辺とかは、ちょっと統一化されたかなと、洗練されました。で、バージョンいきなり 1.04 ってなってるのは、実はこれね、発売日がちょっと、いつだっけ、18だったんだよね、最初は。だけど、その直前のアップデートで、このゲームクソ重くなってしまって、それを直すためにちょっと、発売が3日くらい遅れてしまったっていうのがあるわけですね。ちょっと UI 変わった時に激重になっていたというちょっと過去があるという感じなんで、僕その間実況できなかったんですよ。なので予約やれているというところです。すごい気まずなんで久々にやれてこんな来るんですか。ここだけ、あ、でこのね、なんかビューボタンも変わりましたね。前よりなんかちっちゃくなったというか、位置、配置が変わったのかな。そこないといるんですよね。ただないといるのはいいんだけど、上陸されちゃうよね、これ。うわぁ、まずいですね。あれ、そういえば、ナイトの表現も変わって、見てください、ここ。体力とかが見れるようになって、ここにね、リクルートボタンが増えました。前は、兵舎から直接やってたんだけど、今は、部隊に直接兵士を送り込む感じと言ったらいいでしょうか。に変わりました。オッケー、ギリギリですね。ギリギリ倒しましたね。上陸される前になんとか。これまだうまくできてないからぶっ壊れるんですよね。うわぁ。あ、来た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 。あ、倒した。ナイスナイスナイス。こんだけ？あれ？あ、ザコども、あ、ザコども。ザコどもっていう。人間がいないぞ。倒しましたね。あ、まだいる。あ、で、そういえばね、このゲーム、まだね、発売して、まあ、980円って、まあ、そもそもお手頃なんですけど、まだ追加の要素はね、公式の人が、考えているらしくて、次の要素としては、港？船？港か。とか、まあ、海側に関するものをちょっと増やすらしいですね。なんで、僕が見た限り、このバージョンというか正式版になって何か増えたっていう建物はまだないですね。ん？うん。さあ、で、ちょっともうちょっとバリスタ置いていきますか。さあ、まさかこのゲームがね、980円とは思わなかったんで、何気に最初見たときは安っと思いましたね。まあ、この世界観だけで変えてよね、正直。あれ、そういえば弊社ですけど、ここですよ。ここにあって、前はここから、送ってたんだけど、それがまあ廃止になって、例えば今ここにいますよね、私の部隊が。ちょっとこれちょっと移動させますね。こっち来て。で、今ここで押すと、こんだけしかいないですよね。10人くらいかな。押すと、でも弊社の近くに行く必要あるっけな。ちょっと待ってね、それを確認しておいて、あ、近づいてだね、やっぱり近づいていかないといけないか。近づいてリクルートか。なんで、そうだね、兵を入れるプロセス的にはあんまり変わらないですね、どうせ近づくので。で、こいつでアーミーヘルスがなんか3減ってるっていう。何があったんでしょうね。さっき戦ってはないと思うんですけど。さあ、新しい敵などにも期待したいね、このゲームは。ちょっとここに置きたいな。 OK。さあ、実はここにもね、まだ大軍団いるんですよ。で、今3、あ、ここにもいますね。4軍団ですか。
3人こいつとあきたね。とりあえずじゃあもうここまで来ればいいと思うんで入れましょうか。さあ、え、着きましたねいや、こういう感じで着くようになりましたね。結構できたな。一つの舞台にめちゃくちゃ入れてみようかな。何人まで入るんだろう。ちょっと30人くらい作るか。30人くらい作ってそこに入れてみよう。入ったね。何人、これで20何人か。でこれ兵増えると体力が増えるんですよね。なんでなんだろうな、これ全体の体力かな。騎士単体じゃないっぽいですよね。あ、広がってる。ん？何これ。海岸出ちゃったのかな。ここまで広げてみよう。で、ちょっとあとは橋に頼りますか。結構大変なんで。あ、ドラゴンだ。ドラゴン見ましょうか。どうせもう死ぬんですけどね。お、耐えますね。バリサ、頼む、街の中で死なないでくれ。倒壊するんですよ、建物が。あ、ギリ、そこで撃ち落とそう。ナイス。微妙な位置ですね、でも。ああ、これは修理ですね。いきなり修理に入っていると。橋はほんと早いね。で、ここをハゲさせましょう、この島。なんかそういうの増えてないかな。ここもうちょっと操作面の UI をね、改善というか、変えてほしいね。っていうのも、この木はなんか、一斉に切れるボタンないかな。ないよね。あったとしたら今まで本当に非合理的なことをしていたけど。さあ、どんどんここを切り開いて畑にしましょう。まあ木が生えている土地っていうのもあって、比較的ほぼほぼ使えますね、大体が。道がいるか。使えない場所なら道にしたいですけど、ほぼ使えちゃうっていう。使えない場所はないかな。あ、この辺使えないね。いやでもその辺はな変わらないよね。こんな感じしますか。これ多分全部できれば全てが作れるんだと思います。で、ここでできたのは、まあ、この辺に畑じゃない、倉庫を置けばいいだけなんで簡単ですね。さあ、もうなかなか敵の脅威もないような状態になったし、まあ、製品版にもなったし、そうですね、新しいマップ行ってもいいかもしれませんね。多分ハードモードも追加されると思うんだけど、ハードモードはやりたくないですね。今見てください、ハピネス57なんですけど、これは回ってくると思うんですよ。で、これは、正直なところ、直すのが難しいというか、資源、場所がないからね。ちょっと作って改善してみようか。いいですね。のどかだね、ここ。でも要塞化した方がいいんでしょうね、こういうところも。あ、そういえばできたかな、こっち。あ、できてますね。入る？あ、全員入ったね。うわ、そうか。まだいけるのか。
よし、やるだけやりましょう。これは今回そうですね、もう兵士を増やせるだけ増やしてみましょうか。何人いるんだろう、これ一塊何人だ。4の4列か、4の3列か、4の3列っぽいですかね。だと12人なんだけど、なんか違うな。4の4列じゃ16人か。で、真ん中も一緒か、人数。なるほどね。これが何マスまでいくかで測っていこう。まあ1マス16人なんでね。あれが今一番最大の大きさか。さあ、道、あ、そういえば忘れてたね、ここ道つなげてないね。まあつなげる必要はないけど。でも海の家の建物ってないですよね。ポケモンみたいなシリーズにもなんか毎回出てきますよね。でも375年というすごく長きにわたり繁栄してきた王国ですね。300年というと、まあヨーロッパでいうとそんなに長く続く、ね、王国はまあめったにないので珍しいんじゃないかな。さあ燃えて、うわ、え、火事っていうのは分かったけど、めちゃくちゃですね、めちゃくちゃ燃えてますね。井戸がないですねてかここに多分家が置いてあったと思うので、それは直しながらなんですけど、井戸も、井戸、あれあるよね、ないのかな、まあ、いや、作っておきましょう。で、家は、まあ、外に置けばいいから、ちょっと少なめにしちゃってもいいかな。もうこの辺家置けないと思うからな、何置いてたんだろう。今、ライブラリー足りないって言われてるんで、ライブラリーでも置こうか。じゃあ、この国のためのものを置きましょう。こっちかな、人口が多いからね。で、教会も行くかこれはどこでも良さそうなんで、ここで行くな。せっかくこういうね、近くにいる人の幸福度上げるのもいたんで、建物というか家を置くべきですかね、普通に。よし、ハピネスちょっと上がると思うんだよね。いや、いいですね。これ最初の方もボッコボコにされまくって、もう王国の繁栄なんてできないんじゃないかって思ってたんですけどなかなか完全に安全なレベルまで行きましたね。これはマイナス10はですね、ライブラリーかこの、なんだこれ、教会ですよね。の、アクセスがないっていうので下がってるんですよ。なんで今直したと思います。あれ、道か。入れ。お、マックスっぽいのかな。いや、まだだな。どうぞ。まだか。お、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 ここも今増えたね。うわ、これすごいな。何人までも行けそうだね。いいですね。いいですね。強いのかな、ちょっと敵来ないかな。海に出ても戦うしかないですけど、試すにはもう強すぎるので、こっちがね。あれはどうなんだろうな。巨人を殺せるほどの攻撃力あるんですかね、あいつらに。でも全員が攻撃したら相当な威力あると思うんですよ。って考えると、意味はありそうですけどね。どう？ノットだから、どこだろう？殺したら分かんのかな？スノーハイド。多分黄色いところが、繋がってないところってことですよね。繋がってないというか、まあ、満足に行き届いてないみたいな場所で、この、ここはまあ当然でしょうね。僕が、お、ドラゴンか。ドラゴンはいい。この辺はまあ集中的に幸福になるためのものを置きまくったんで、
まあ比較的満足度は高いかなと。マジか、街中飛ぶのか、そこで止まるな。もうじき死ぬな。そうか、で道がつなが、ああ、そこで死ぬ。大丈夫ですね、道耐えましたね、道。黄色いところがってことですよね。で今ドラゴン倒したことによって幸福度は上がっていると。よし、じゃあ集中的に置いてみるか。また無理でしょうけどね。さすがに。ライブラリーを1個や2個置いたところではそう変わらないと思うんですよ。あ、どうせ資源はあるからね。よし、この島自体守れるようにしましょう。でも何もなければ上陸すらしないんじゃないかな、こんなところ。角なくしたいね。角がなくして、だいぶ大変な作業となりそうですね。だフードがね、なかなか足りてないんじゃないかなと思うので、でも木もないから、この木を取る場所を減らそうかなって思ったんですけど、そんな簡単にいきそうないっていうか、ここかな。ここすごいことになってますね。こんなに木あったっけ。ここは畑にしましょうか。ちょっとでもここはこいつがいるからな、ちょっと控えめにしましょう。はい、どうぞ行きましょう。どんどん行きましょう。道がそもそもあんま繋がってないので、そうだね、範囲が結構限られてるんですね。なるほど。ここに置きますか、道1個。ここは使えない土地なんでね。ここに道置けばいいんじゃないのかな。無理か。ここに置きたいですが、なかなか人が来てくれないか。今でさえ人口マックスじゃないのに、これもしマックスになったら、大変そうですね、食料が。ここいいな。ここにちょっとライブラリー置きましょう。これはもう置きたくないのは税金というか、税金か、普通あの固定のお金がかかるんでね、置けないか。幸福なものってそんなにないんだよな、そもそもね。ライブラリーでいいか。はい、どうですかね、お金減り始めてないかな。ちょっと見てみるか。プラスは80。あ、じゃあ増えてるね。兵士作るのにお金がいるので、多分そこでも減ってったりしてるのかな。さあさあさあ、全然気に来ねえな。てかみんな忙しそうですね、なかなか。見せて。燃えてますね、何かが。ちょっと気づかぬ間に燃えていたようですね。ここに畑が置けるか。ここに病院も置いてみましょう。こうすごいね、もういろいろな場所が集う。なんかいいですね、こういう感じ。マーケット置いた方がいいな、ここは。道つながってなくていいよね。教会はいいかな。いいっすねこれ。こっち、あ、そうか、だから人がいねえのか。そうだよね、こんだけやってたらいないか。入れるわけがないもんね。さあ、すごいでも大規模な工事ですよね、こう見ると。さあ、ちょっと最初に来たっきりバイキングが、その足音も威厳すらも感じさせないような成熟さをね、誇ってますね、本当に。
動きがないな。ドラゴンは2回来ましたよね。あって言ってると来るんですよね。おかしいな、なんか音声認識システムでもついてるんですかね、本当に。でも来たのはザコの方ですね。よし、これはザコの方というか入れないでしょ、だって来れるかな。そう、橋前ぶっ壊されたんで来るか。よし、撃って出るぞ。登ってくるかな。うわー、島全然いないですよね今。デビュー戦かなこちら。近くにいるナイトはこいつらいか。クソ、やりやがったな。敵がどこにいるかわからない。あ、進んでる。え、まだ登ってくるからな。ここで向かわすべきか。ナイト向かわせたよねさっき。燃えすぎてわからない。来た来た来た。橋で待たしとけばよかったな。まあそっから帰るんなら待ち伏せればいいか。別にここ壊されても特になんとも思わないんでいいんですけど。ああ、壊されましたね。いいですね。イベントが定期的に起こるっていうのは大事ですからね。ちょっと弱いかな。もうちょっと体育できてほしかったね。一回この王国を滅ぼすくらいの大軍でもう来てくれてもいいんですけどね、正直。じゃあ出しますか。何か今壊れたのかな。燃えは燃えたけども、何もなんか被害がないというか、橋くらいじゃないですかやられたの。でもそっか、これがあると結構めんどくさいですからね。対処しておきますか。でも橋守るのはいいんですけどね、景観がね、ちょっと損なわれるのが残念だね。あ、ドラゴン、おお、畳みかけてくるね。いいね、楽しませてくれよドラゴンもなんか1匹じゃなくて数匹とかになってもいいと思うんですけどね、あんだけ弱いならさあ、まあこのゲーム多分ハードモードとかになっても結局のところ資源っていうのは無限なので、耐えてればなんとかなるよね。木も石も無限なので一回滅びるとかいうね状況にはならないから、大して痛くないですよね。まあ、バイキングにね毎回人をさらわれようともゲームオーバーはないわけで。さあ、ここに大規模軍これか、これ一人なんだ。これねサッカー作ってんのこれだね。これはでも、うわ、いいね。ちょっと戻ろう。もっと増やすべきだ。で、今ですね、人もいない、人がいないからかな。兵士が作れてないですね。さあ、あの大規模な工事が終わるまで、私は特に何もできないかな。そうなってくると。よく見たらこれほとんど繋がってないんだね。さあ来ましたね。関係ないところを掘ってくれてますよ。でもここを全然畑に置け、畑にできる場所がないですね。道もないしね。とりあえずここだけでもいいから切ってほしいな。待ちましょう。あ、できてますね。これでもう人手が行くと思うんで完成近いね。ダイヤプラン OK。 一人か、たった一人でも下がるもんなのかな。あー、下がりますね。
そう、お金はプラスですね。なんかやったっけ、結構プラス値が低くなってるな。人口が減ってるからか今はね。あと病院と図書館でライブラリーを増やしまくったのも原因の一つでしょうね。増やしまくったというかハピネス上仕方なくやったけど、まだダメですね。これ多分もうこの人口規模になってくると全部に行き通らせるっていうのは不可能に近いんじゃないかな。対処はしてみますけどね。絶対ライブラリー以外も置いた方がいいよなこれ。それもありそうですよね。そう、土地がないので教会を置けないし、このなんかイベントスペースみたいな場所、みんなの憩いの場みたいなものですかね、これも置けないんでね、そこで改善ができない、望めないという深刻な状況ですよ。さあ、ここ待ってるんですが、なかなか私が狙ったところだけしてくれませんね。さあ、まだ人がいないと。何をしているんでしょうか。1300人いて何もできないって相当ダメじゃないか、この王国は。人も増えないですよね。まあ、幸福度が低いからかな。今はちょっと上がってきたけど。あ、人ちょっと増えてますね。みんななんか食料運ぶだけで手一杯っぽいですよね。なかなか見てると。さあ、私が望むこれは一体いつできるんでしょうか。さあ、ちょっとこの辺緑色になりましたね。少しだけね。こっちは無理そうですね。病院と、病院だけか。病院、あと、広場が一箇所だけ。なんで、一箇所では足りないと、やっぱいうことか。こいつだけなんか幸福度を感じてますね。多分ちっちゃい家ならば、一箇所で十分っていうことなんでしょうね。いや、二、三箇所は必要か。でかいものになってくると。ね。でかいのが増えたから相対的に必要数が上がってしまったことによって幸福度も下がっているということですね。で、まだここが来てくれないと。やっぱ人があれか、足りてないか。家置いてあげても、家置いても意味ないですからね、こういう時は。どんどん置いていこう。あ、でここだけそうだね、ちょっと壁置こうか。あ、いらないか。これがあれば多分壊れないんでしょうね。これここまでつなげちゃうとこの橋の意味が完全にないよな。まあでも子供のためじゃないですか。このね、隙間から魚釣れると思うんで、ここから子供が釣るでしょう。まあそういう話に理論でいくと、まあちょっと吐ければすぐ海あるんで釣れるですけどね、釣れますけどね。さあ、で、あー取れてますね、いつの間にか。どこ使えるこれ。あれ全然全然ないな。ここだけ木取ればちょっとあるけど、ここら辺か。お金はちょっとギリギリですかね。人口も増やさないとまずいっていう状況になってきましたね。てか、これ多すぎる。多すぎるんじゃないかな。ほぼほぼ平和なのにこんなにあるっていうのが。そもそもね、ちょっと街のど真ん中のやつ消そうかな、これ。もうここまで来ないと思うんだよね。信じよう。外側の防御力を。不要です。これだけでも結構上がるんだよね。さあ16くらい上がりました。で考えるとこんだけ置いてるってことは、やっぱ数百は使ってんのか、それだけ維持費だけでね。
あ、燃えてるかな。雷が落ちると燃えちゃうんですけど。ん、ちょっと待ってよ。この辺確か黄色いよね。これだけなら対応できそうだね。ちょっとまた置きましょう、ライブラリーを。やっぱちっちゃい家だけの時はなんとかなってるか。こっちは何もしてないけど、これ全部を緑色にしないといけないんですかね。半数なのかな、どれくらいかにもよるんですけどね、正直。からのドラゴンですね。これはもう本当に体力教えてほしいな。そしたら何秒でその体力を削れているかっていうの分かるんだけどな。もう死にますよ、これ多分。あ、一旦逃げたね。よし、じゃあとりあえず今回はここまでにしようか。というか、そうだね、新しいマップに移っても良さそうなくらいですよね、これ。よし、じゃあそうですね、まあどっちか、続けるか、新しいのに入るか。で、次回進めていきます。まあこれ続けるとなると、なかなか完成しちゃってるので、まあこういう感じでね、広げていくしかないんですよね。で、まあ一回新しく始めてみるのもありですね。とりあえず、セーブして、ちょっとハードモードの詳細を最後に見ようかな。さ、ハードモードは確かモラルとか、その辺が難しいと見た気がするんですけど。こっちか。これか。ウィンター、ハード。プラス、もうライダーズとアンドドラゴンズで、ポシブトゥユーズハピネスなんで、まあ敵がやっぱ増える感じでモラルも下がりやすくなるのかな。こっちはレスライダーズアンドドラゴンズ、こっちがモアなんで、数ですよね。これ数の多さの問題を言ってるのか。今より多くなるのはでも、どうでしょう、どうなるの、それ以外ちょっとどうでしょう。ロング、ウィサマーズ。そこは関係なさそうですね。とにかく、ちょっとモラルと、敵の数が増えて、こっちショートンド、マイルドウィンター、冬がちょっと簡単でしかも短いってことで、こっちは多分普通ってことは長くて厳しいってことですよね。ってなると、松明じゃない、石炭がいると。木炭か、木炭がいると。サマー、夏は関係ないと思うんですよ。夏は安全な期間ですよね、このゲームの夏は。だから、危険である冬と敵の数がちょっときつくなるっていうのがハードモードか。なるほどね。よし、じゃあとりあえず何かしらで次回お会いしましょう。